ト電子工業でございます。我々の事業といたしましては、主に制御計測機器ですね、あとは医療機器、それの設計、試作、評価、量産までですね、全てのプロセスを一貫して、やらせていただいております。でまた、産学官連携をですね、積極的に活用しておりまして、ニッチな分野でお役に立てる新しい、商品の開発も行っています。で今回展示させていただいておりますのは、古畑といいまして、頸動脈測定に特化した日本人でも適用できる選手検出機能付きの超音波頸動脈血流モニターでございます。で今までのですね、選手の検出装置というのは頭部の測定でございまして、実は日本人というのは頭蓋骨が分厚いものですから、なかなか測りにくいという問題がございまして、その課題をですね、解決した新しい技術ということになります。心臓血管手術後にですね、脳梗塞の発症率というのは数パーセントあると言われております。で今回古畑ではですね、その手術中の選手およびバブルのモニタリングを行うことによりまして、術後のですね、脳梗塞の発症リスクを低減したいというふうに考えております。脳梗塞の原因となります腺子を検出いたしまして、脳梗塞の予兆を早期に発見することによりまして、脳梗塞予防診断をサポートしていきたいと考えております。本装置は経済産業省課題解決型医療機器等開発事業にて採択をいただきまして開発をいたしました。現在はもう販売中でございまして、いろんな臨床現場でもお使いいただいているというような状況でございます。今後はですね、もっと幅広くですね、お役に立てる装置へと発展させていただきたいと考えておりまして、やはり検診の分野で使える装置ということで、どんどん売り出しをしていきたいと考えております。そういった検診事業をやられているパートナー様がいらっしゃいましたら、ぜひご協力いただきたい。